こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで今日なんですけども、ワンパンマンコラボのね、こちらのガチャ、初回無料なので、こっちはね、もうね、初っ端優勝でちょっと引けないので、私、こちら、最初だけ無料の確定ガチャ引いていきたいと思います。で、先日上げた動画でね、確定チケットで吹雪が出まして、残るはね、ガローと埼玉。まあ、吹雪かぶったんだけど、ガローと埼玉なので、来てほしいな、埼玉。行きます。レイアスか。もうさ、最近さ、私の引きやばくない？もうレイアスってだけでさ、望み薄すぎ。マジで。ロイなんて久々、もう拝んでないですよ。ね。おっ！でも2個あるよ、2個、みんな。いやー、でもなー。でもね、2個は嬉しい。2個は久々。最近確定枠ばっかだったから。おー！マジか！竜巻かぶりか。エルメショ。なになになに、今度ハークの次はエルメショの呪いなのかな。てかすごくない？いや、持ってなかったらさ、普通にいい引きだよね、これね。いや、マジか。一応出たね。一応出たよ、みんな。ピックアップキャラ出ました。よかった、よかった。よくないけどさ。いや、埼玉欲しいなぁ、マジで。ありがとうございます。でさ、今回さ、前回のなんだっけあれ、ゴールデンカムイコラボでさ、リセット、結局、来なかったじゃないですか。今回のさ、ワンパンマンもさ、来ないかな？期間がさ、ちょっと短いよね。9月の6日までだから。いや、来ないかもね。だから、最悪は、まあ、このチケット貯まったら引くのと、この、5000錬金でちょっとやってみようかな。5万貯まってるからね。まあ、全てはボックスのためなんですけどね。未来の、はい、来るかもわからない。はい、ということで、まあまあまあ、でも最近のガチャにしたら引き良かったんじゃないかな。一応コラボキャラ引けてるのでね、被ったとはいえね。はい、皆さんね、コラボキャラさ、被ったのはね、くっつけてる？二体持ちとかにしてますか？まあ、キャラによると思うんだけどさ。ね、私ほら、持ってるその竜巻、吹雪、ソニックとかさ、みんな確かね、ごとつしてるからさ、ね、合わせちゃおうか、せっかくだから、ね、取っとこうか、ちょっと悩むので、皆さんよければ、教えてください。はい、ということでね、ワンパンマンガチャ引いてみました。なんかローディング長いな。次回は宝具を引きたいと思いますのでね、そちらの動画もよかったら見てください。はい、ということで、よければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。